はい、節約大全公式チャンネルの小町です。イエイ、今日もよろしくお願いします。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日はモーリスの話、いや、シルクの話ですね。シルクの募集バリストのモーリス3区についてちょっとピックアップして見ていきたいなという予習のコーナー。モーリス3区が今年のシルクの募集バリストに7頭いるんですよ。結構多いじゃないですか。だから、今日はそのモーリスをね、どう選べばいいかっていう話をちょっとしていきたいなというふうに、短めにサクッとこう初年度3区の実績とかを見ながら、モーリス、粗めにちょっとスクリーニングをしてみたいなというふうに思っていますので、よろしくお付き合いくださいな。ボバとヒンバの成績の違い、初年度3区のねっていうのと、あと母父の成績っていうところを見て、この7頭をどれが出資候補、どれが出資候補じゃないっていうのを絞っちゃおうかなっていう思います。で、あとはそれでカタログが来たらどうするかみたいなことを、まあ僕は考えたいなというふうに思っているので、早速データを見てみましょう。はい、というわけで、これが、モーリス3区の、去年の6月、まあ、3区がデビューしてから今年の7月4日までの、先々週までの、モーリス3区のデータになります。全部で77勝をしているという感じですね。これが勝率、連帯率、副勝率みたいな感じで。はい。でなっていて、これがクラス別の成績です。新馬17勝、未勝利46勝 です、ね、63頭が勝ち上がっているという成績なんですが、でこれをちょっとボバとヒンバで分けてみたいと思います。まずボバから、はい、この成績覚えておいてくださいね。全体の勝率が 12.5% みたいな感じになっていたのが、ボバだと、ボバだと上がるんですよね。 14%、 連帯率 31%、 副勝率が 40% 近くみたいな感じに。で、これを牝馬にすると、データがちょっと成績が下がる。これがお分かりいただけましたでしょうか。ボバは勝ち上がりが37になりますね。37頭なんですけど、牝馬は、26。ちょっと落ちる。っていう感じかな、全体で見ると。なので、なんとなくボバの方が、成績がいいなっていうのが分かるかな。なのでモーリスは多分ボバの方がいい。コルト気味、まあ、コルトサイヤー、フィリーサイヤーって言いますけど、ボバの方がいいので、まあ、コルト気味っていう感じの成績が出ています。はい、そして次に母父で分けてみると、ディープインパクト、キングカメハメハ、スペシャルウィークみたいな感じで、分かれていますね。はい、ディープインパクトの成績が非常にいい。ていうか、数が多いのか。数が多いですね。うん。やっぱり、これだけのディープインパクトの3区が、母父ディープインパクトの3区がいる。で、金亀スペシャルウィーク、全のロブロイと続いて、で、僕が去年、ちょっと注目すると言っていた、シンボリクリスエスだったり、アグネスタキオンだったりっていうのは、あんまり良くないですね。タキオン良くないな。はい。まあね、リトルアマポーラの子供とかもいたりするんですけど、タキオンがあんまり良くなかったりします。なので、まあこの上位3頭とか注目するべきなんですかね。やっぱり母チディープいいですよね。うん。母チディープのモーリス3区はなかなかいいっていう傾向がしっかりと出ているかと思います。副勝率 43.5% ですからね、ディープ。母チディープ。これすごいいいんじゃないでしょうか。っていう傾向が出てた。母父金亀ディープスペシャルウィークが良くて、あとアグネスタキオンはやっぱダメでしたね。シンボリクリスですとかもあんまり良くないっていう傾向が出ていました。で、さらにボバの方がいい、なんか明らかではないような気はするけど、やっぱボバの方が良さげでしたね。最近だとトゥラメンテ3区って明らかななんかコルトサイヤーだっていう風に言われてて、ボバとヒンバで勝ち上がり率がなんか倍ぐらい差があるみたいなデータを、亀谷高政さんとかもね、あの動画で言われてたような気もしますけど、なのでちょっとドゥラメンテはボバ狙い、金谷さんが出資してる、リバースレーもドゥラメンテ3区ですけど、まあなかなか勝ち上がりできない感じなので、うん、そういう意味でも、まあ、ドゥラメンテの牝馬はあんまりみたいな、評価がちょっと出来上がりつつある。モーリスに関してもやっぱりちょっとボバの方がいいのかなっていうデータ出てますね。はい、なのでまとめとしてやっぱりですね、金亀ディープスペシャルウィークの母父がいいっていうのと、ボバがいい、ざっくりですけど。で、この募集馬7頭のうち、見てください。ボバが4頭、ヒンバが3頭。なので、このヒンバの3頭をまず消します。ボバ4頭でね。その母父は内訳としてディープが3頭、スペシャルウィークが1頭なんですよ。
ディープインパクトが一番良かったんだけど、スペシャルウィークが1頭いるなっていうのところにちょっと注目をしてみて、スペシャルウィーク、母チスペシャルウィークの1頭がグリューネワルトの20。グリューネワルトの20といえば、何ですか金梨さんっていつもやるところなんですけど、これは、ディアンドルの弟になりますね。ディアンドルの弟。はい。なのでこれは人気になりそうですね。かなり人気になりそうだけど、この辺いいんじゃないですかね。はい。なのでちょっとグリューネワルトの20にちょっと僕は注目してみたいな、今年のモーリス・サンクはっていう感じです。今の2歳で、バリバリアグネス・タキオンね、ハッチアグネス・タキオンとか出資したりしましたけど、データ的には良くないですね。はい。悲しい感じになりました。ただね、この中ね、牝馬の中にも、その国枝厩舎入厩予定のリミニの20とかいるんですよね。牝馬の国枝。悲しいね。ということで、まあこうやってね、あれこれ考えてる時間が一番楽しいですが、はい、まあこんなデータもあるということで、ちょっとよかったら参考にしてみてください。ということで、いいねとチャンネル登録よろしかったらぜひよろしくお願いします。さようならです。お得系の動画もぜひご覧になってみてください。はい、いろいろあります。やってます。さようなら。